跡継ぎはあの土を。あんたが使わせてもらってたやつ覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変だよ。宇治政も考えを変えるさ。ばっかり。足の指が6本もあったじいさん、この辺りに住んでたよね。話そらすんじゃない。言うな。タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和。
あの家に続いては。中を調べよう。ござがある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。矢尻に譲る三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を押そうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの。捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使えるなかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。嫌だ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。まだわからんだろうが、誰しも怖い時はある。ユナもな。あなたも。ああ、叔父上が捕らえられた時、家族を失うかと恐ろしかった。だからユナの不安もわかる。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動
動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。情け無用！連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。トアにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。
先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がってついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。酒井殿。新山の調子はどうだ。皆士気が上がっとる。クロードが味方だからな。酒井様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手麦をなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。これで精一杯です。酒井殿。町の守りは進んでおるようです。お主の働き大国から聞いた。礼を言う。お辞儀めへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。源氏のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、野垂れ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。
ユナ。ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。敵だ。門が破られる。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。呼びたい。逃げよう。闇様を守れ。クロード様に続け。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。
そう、近づくぞ。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。Fire!
weiter, Gumpel! Gustus Name kam Kalasch!町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。槍川も加わる。だが叔父上の城を取り戻すにはまだ足りぬ。